モンレアーレ大聖堂は、イタリア南部のパレルモ県モンレアーレに存在する大聖堂で、ノルマイ建築様式の代表的遺産の一つ。イタリアの指定保護文化財建造物となっており、2015年にはパレルモの建造物群などと共に、世界遺産リストに登録された。モンレアーレ大聖堂は1174年、グリールモ二世の命により秘書店の聖母に捧げる。 教会として建設が開始され、1182年に完成した。1184年にルキウス3世が出した教皇直書によって首都大司教官区に昇格された。建設当時は12の塔を持つ巨大な壁に取り囲まれた大規模な司教宮と修道院があったが、現在は遺構として塔の一部がわずかに残っているものの、その他の建造物の多くは、 再建によるものである。1200年頃に完成したと見られる僧帽や食堂、回廊は大部分が建設当時ものである。修道院の回廊回廊の保存状態は良く、この種の建造物としては規模の上でも重要な現存例である。回廊内の面積はおよそ2200平方メートル。菱形模様が施された戦闘アーチを支えるのは日本の 柱が一組となった足で合計216本の白大理石製柱が使用されている。柱は未装飾の体と彩色模様が施された体が交互に並べられている。彩色には金、ガラスのテスセラが使用され垂直の帯模様や縦または横方向の山地門模様が何重にもかけられた柱身がある。中東には一つ一つ聖書をもとにした。 別々のグー画が墓ざりと共に描かれている。回廊の一角には僧侶のトイレとして大理石の噴水が設けられた四角形の区域があり、その様式から制作はムスリムの彫刻家によるものと考えられる。モンデアーレ大聖堂内部教会の平面配置は聖教会建築とカトリック教会建築の折衷となっている。西側の振動部分はイタリア風バシリカだが、 内陣がある東側はシリアをはじめとする東方諸国に多くの霊が残る初期のつ葉型アプスを思わせる。まるで東西で二つの異なる境界が張り合わされたような構造である。バシリカ部分の振動は全体的に幅広であるが、側廊は狭く取られている。両側合わせて八つの先頭アーチを支えるのは一本を除いて一枚岩が使用されている。 東方由来の灰色化交換性支柱である。これらのコリント式中東も、また初期の様式を伝えている。トリホリウムはなく、振動、速廊をはじめとする他の箇所と同様に簡素な装飾を、持つ二つの窓からなる、明かり層が高い位置に設けられており、教会内に十分な光量を取り込んでいる。東側の正教会建築様式部分は、 新牢よりもさらに広い幅と高さを持っている。この部分も中央の空間と両側に側廊を持つ構造となっており、それらの廊の東端が三つ葉型のアプスを形成している。屋根は傾斜が緩く、木造のものがそのまま露出した全体的に単純な構造であるが、鮮やかな彩色が施されている。現在の屋根は大部分が復元である。 神道の西側にある二つの突出部分は塔となっていて、その間が廃炉となっている。聖端には、かつて巨大なアトリウムがあったが、現在は完全に失われており、ジョバンニ・ドメニコ・ガジーニとファツヨ・ガジーニの手による、ルネサンス様式のポルチコに置き換えられている。イタリア国内最大規模のビザンティン式モザイクが、モンレアーレ大聖堂には現存する。 教会内部のガラスモザイクは総面積6500平方メートルにも及ぶ。教会内部は背が高い大理石板の大道を除き、アーチの下場と脇柱を含めたすべての面が、金の地に鮮やかな色のモザイク絵で精密に彩られている。モザイク絵は上下左右に枠のような部分が設けられており、縦横に配置されている。内陣には、 各段が異なる題材や人物を表している、モザイク絵が5つ設けられている。中央アプスの丸天井には巨大な、キリストの上半身像と、聖母子座像が、また左右のアプスには、聖ペテロと、聖パウロの全身像が描かれている。モザイク絵にはそれぞれ説明が付されている。ほとんどが、ラテン語であるが、ギリシャ語のものもある。神道のモザイク絵は、 創世紀から始まり、さらに旧約聖書におけるキリストとその食材、キリストの降臨を予言し、その準備をした人々の絵が描かれている。下段と内人周辺には新約聖書に基づく創話が描かれており、キリストがもたらした奇跡と受難や使徒、福音伝道者、10世紀にバシレオス2世によって作成された、聖教会歴にあるものから題材が選ばれている。 ことからもビザンティン様式の影響が見られる。中央アプスの上部にある最大広報には大理石でできた大司教用の玉座がある。この玉座の位置はアプスと祭壇が聖堂の生誕に置かれた初期のバシリカ式配置の名残である。この配置ではミサの時に指揮者が祭壇の後ろに立ち祭壇越しに信者のいる東を向く格好であった。 祭壇の北側前方には王が使用する同様の玉座が置かれている。1811年の火災で大理石の柱に支えられていた天外に覆われていたグリエルモ一世の墓、グリエルモ二世自身の墓が共に破壊され、同時にモザイクの一部、クルミ材の内陣すべてと天井の一部、オルガンなどが失われた。火災の数年後には墓その他の損傷部分が復元された。 内人の北側には、グリエルモ一世の妻、マルゲリータ・ディナバッタの墓とその息子であるルッチェーロとエンリコの墓、それに1270年に没したフランス王ルイ九世が墓がある。ルイ九世の墓には内臓を収めた壺が共に埋葬されている。内人の床面は復元されたものではあるが、イスラーム様式の影響を受けた、大遺跡と半岩が使用されたコズマスタイルとなっている。 神童のモザイク床は16世紀に完成されたもので、大理石で縁取られた半岩と花崗岩の円形模様が不規則な線と交わっている。バロック様式を持つ2つの礼拝堂は、それぞれ17世紀と18世紀に追加されたもので、教会の他の部分とは独立している。モザイクが施された左側玄関の銅製扉は1185年にボナンのピサーノが鋳造。 制作したものである。この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム、ヒュー、エド、インスイクロープディア・ブリタニカ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、タイトルイコールは必須です。ありがとうございます。